はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということで今回なんですけれども、いやーもうね、前置きはなしです。本当に本日はですね、2020年12月31日でございます。まあ1年もですね、本当にあっという間で2020年、終えようとしております。ということでね、まあ当チャンネルのですね、まあ一応総括というかね、今年の活動を軽くね、まあ振り返りつつ、まああんまりね、尺長い動画にはしません。はい。あんまり長いとね、ちょっとめんどくさいので、まあこの動画もね、ちょっと編集とかは本当に抜きにしてね、こうまったりとね、語っていくような、まあそんな形のね、まあ動画としていきたいと思いますけれども、まあ2020年、本当にね、いろいろとありました。もうね、世界がまあ振り回されたっていうことだけでもなく、まあ、僕自身もね、結構振り回された年でございました。はい。2020年ほどね、僕の人生に、こう、影響、インスパイアっていうのかな、こう、大きなね、影響を受けた年はありませんでしたよ、本当にね。まあ、そういったね、まあ、ね、イベントとかも消えちゃったりとか、いろいろありましたけどもね。まあ、でもね、なんだかんだね、皆さんね、ラブライブフェスとかね、まあ僕の場合あとギルキスもライブ参加しましたけども、いろいろありました。でね、まあ新たなね生活ということでね、まあ4月ぐらいから本当にね、僕も自粛生活とか入ったりしたんですけれども、3ヶ月近く本当にね、まあそういうこともありましたけども、例えばロストワールドとかね、で今日もね、昨日も行われましたけども、ホワイトアイランドとかね、ネタバレは、まだ避けたいと思います。はい。感想動画はね、ちゃんと感想を生放送とかでね話したいと思いますのでね。はい。まあそういうのもあったりとかしましたけども。でね、コロナ禍でね、本当にライブ遠征とか厳しいんじゃないかなとか、本当に思ってたんですけれども、セイントスノーとかもね、ライブ行くことができましてね。本当にまあ良かったですね。はい。旅行とかね、本当に行けないんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ無事ね、セイントスノーでも北海道は行くことができて、北海道ね、まあ久々にね、楽しむことができました。ライブ遠征自体もね、本当に久しぶりだったんでね。北海道のね、皆さんともね、ちょっと、少なかったんですけどもね、お会いすることもできたのでね、またね、コロナ禍が落ち着いてね、北海道とかもね、また遊びに行きたいなと思ってますのでね、まあ、ライブやイベントとかそういった機会があればね、ぜひね、皆さんとね、またお会いしたいなと思っております。はい。まあ、他にはそうですね、虹ヶ崎でもね、今年は大きな、まあ、動きがいっぱいありましたね。はい。まあ、しおりこちゃんが加入したりだとか、またね、セカンドライブもね、まあ、残念ながらあれもね、リアル開催の予定だったんですけども、オンラインに切り替わりまして、まあ、オンラインでね、まあ、みんなで楽しんだと。まあ、僕もね、全力で2日間楽しませていただきましたけども。うん。いや、本当にね、いろいろありつつも、中身はね、濃い、本当に2020年だったなと思います。はい。まあね、ドームツアーとかもね、本当は今年予定もされていたんですけどもね、まあ来年以降になるんじゃないかなと。でね、結構絶望的じゃないかといったね、声も上がってるんですけども、ホワイトアイランドのね、ライブ構成だったり、あとはライブのね、演出とかもね、見てわかる方も多分いると思うんですけども、アクアはですね、ドームツアーを決して諦めたわけでは僕はないと思っております。はい。2020年いろいろありましてね、本当にライブも消えちゃいましたけども、でもね、ドームツアーはね、アクアは多分意地でもやりたいというふうにね、思っていると思います。てか、僕自身もね、意地でも行きたいです、ドームツアーに関しては。もう僕、個人でもね、本当に諦めたつもりは全くありませんので、これからもね、本当に希望を持ち続けてね、2021年、まあ2021年もね、まあいろいろあります。ね、虹ヶ崎もね、2つ今のところライブが予定されています。まあ、3月のライブとあと5月の西武ドームですね。これらのライブが予定されておりますし、まあ、アクアもですね、年越しライブが、まあ、これありますけれども、年越しライブがね、終わった後、まあ、つまりね、2021年1月1日にね、だってライブのね、終盤あたりになったらね、もしかしたらね、何かしらね、大きなね、発表とかがあってね、我々にね、希望を与えてくれるかもしれない。さらなるね、希望をね、くれるかもしれないのでね、本当にそこら辺もね、期待しつつね、まあ、2020年、いろいろありましたけども、まあ、でもね、みんなとね、こうね、オンライン上でね、特にこういう YouTube とかってね、やってるとね、本当に生放送とかね、今年は結構生放送のね、回数を増やした年でもありました。はい。前夜祭生放送とかもね、いろいろやりつつ、で、しかもね、定期生放送って言ってね、毎週土曜日にね、生放送を行ってますけども、僕はね、それがね、本当にね、皆さんとね、こう視聴者さんとね、こうなんだろう、コミュニケーションができる、リアルでね、コミュニケーションができるっていうね、本当にいい機会だったと思いますのでね、まあ、
コロナ禍ということでありますけども、私の場合はですね、生放送とかを通じてね、皆さんとね、こう、コミュニケーションを取ることができるっていうね、まあ、いい場だったんじゃないかなと思います。まあ、こういうね、定期生放送だったり、あとはね、前夜祭生放送、まあ、その他ですね、生放送関連に関してはね、今後もね、引き続きやっていきたいと思いますのでね、もういつも通りね、本当に定評いただいておりますので、皆さんとね、本当にこう、関われる場っていうのはね、絶対に、なくすつもりはございません、今後も。まあ、そんな感じでですね、2020年、ね、本当に皆さんね、いろいろ、まあ、ありましたけどもね、いいことも楽しいことも、まあ、そしてね、悲しいことや悔しいこともたくさんありましたけども、まあ、これらをですね、来年2021年、それ以降にですね、向けた原動力としてね、みんなでね、本当に支え合って頑張っていきたいなと思いますのでね、当チャンネルもですね、そして私もですね、これからもですね、どうぞ、よろしくお願いします。まあ、来年もですね、引き続き、本当にね、みんなにね、楽しい動画だったり、楽しいね、生放送をね、お届けね、できたらなと思っております。ということでですね、今回は、まあ、最後の、年納め最後のね、動画ということでね、2020年についてですね、ちょっと軽く、いろいろとですね、お話をしていきました。はい。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価ですね、あと、チャンネル登録の方も、ぜひぜひよろしくお願いします。ではですね、皆様、良いお年をね、お迎えください。体調にはですね、十分気をつけてくださいね。寒いのでね。はい。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、良いお年をお迎えください。バイバーイ。